朝からのお飯、紫の縞模様もないわ。あいつ、ちょっとあんた、うん、うん、私の着物どうしたのさ。え、あれかい、あれちょっと借りたんだよ、じきにケースからさ。ああやだやだ、昼間っからゴロ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 、魚河岸のマグロじゃあるまいし。そんなこと言ったってよ、こんな格好じゃ表出らんねや。ちょっと何でもいいけどさ、用事頼まれておくれ。うん、一だろうが。寛永寺御三家のお籠を狙って。
何か声がしたようだが。はは、御前を汚す不届き者にございます。何とぞ上様にはお心安らかに。急ぎ出立いたしませんと国言が。ひでえことしゃある。人の命を言って何だと思ってやる。まさわらぬ神にたたりなしか。御前、これはようお越しくださいました。さあ、御前、これは当座のお小遣い。さあみんな、支度はいいかな。お待たせいたしました。まずい、引こう。あたり。ああ、お店は閑古鳥が鳴いてるし、お上が契約令を出してからっていうもの、このざまだもんね。おまけにこの春から売り上げの三分も余計にお上に納めるんだとさ。三分も、あこぎなことしやがる。お前さんはいいわよね。気楽な用心棒でさ。何よ。その気楽な用心棒代もらえねえかな。今月はまだなんで、今日あたりいい目が出そうだな。何言ってんだい。そんなことより、そんな汚い格好してないで、これ着てみておくれ。なんで。ほら、これは俺のかい。さあどうだい。お、こら気に入った。
あたしだっていつまでも女だてらにお店張ってられるわけじゃなし、第一ヤバなんて若さと美貌が売り物なんだよ。ちょっと聞いてんのかい。おう、聞いてる聞いてる。あ、旦那、すげえお召し物ですね。よくお似合いですな。バカ野郎、冷やかすね。え、寝巻き寝巻き。待て、行って、どこ見て歩いてやんだい。失礼。あら、こんにちは。おい、どこのどいつだよ。え、年長者には立ち止まって挨拶するのが礼儀じゃねえのか。裏の長屋の一馬様だよ、佐々木一馬様。長屋にところ巻いてる侍か。男もあのくらいが一番だよね。みずみずしくって凛々しくってさ。あ、行って。薬だ。すまん、訴訟は吐き上げた。早速目安箱に直訴し、待て。謝っては一太郎の二の舞だぞ。何をためらう。この世は腐っている。御用商人から幕閣に流れている金は莫大なものだ。腐っている世の中を正すのに早いも遅いもない。そうだ、吉宗公直々に目を通される目安箱の制度もこのためにあるのではないか。だが訴状を出すには証拠がない。しかし材木問屋の大黒屋が幕閣と組んで甘い汁を吸い、暴利をむさぼってるのは明確。乱築詐欺も見たではないか。だが幕閣の誰かはつかめていない。老中は三人だ。その三人のうち誰が大黒屋と組んでるのかはっきりつかめるまま訴状を出してはそのまま握りつぶされるか読み捨てられるのがオチだ。カズマの言う通りだと思う。ここはまず証拠を固めてから。うん、俺もカズマに賛成だ。よし、これで三対二決まりだな。しかし証拠といってもな、コケザルの壺さえあったら。コケザルの壺。直訴状は握りつぶしたもののコケザルの壺が世に出ればことは一大事。その方も我が殿もただではすまんぞ。コケザルの壺にはの、その方が我が殿にしたためた約定書が塗り込めてある。私のしたためました約定書が。そうよ、その方が殿のお力添えで石川島佃島の埋め立て工事の利権を一手に握り巨万の富を手にしており、年に一千両がほど殿に贈与すると約束したあの書状よ。あの工事に何か不正からくりありと気づいたのが作事奉行を仰せつかった秋月藩の藩主佐々木氏だ。しかもあろうことかその方の約定書までも手に入れおった。しかし作事奉行様は確か切腹を。幸い我が殿は秋戦を制し事は握りつぶした。秋月藩には工事不正の汚名を着せ、藩主は切腹、藩はお取りつぶし。我が殿には草深い出羽の小国など赤子の手をひねるようなものだ。それではもはやご心配は。そこで問題のコケザルの角だ。切腹を仰せつけられた藩主は事件のからくり一切をしたため、その方の約定書とともに秋月藩に代々伝わる家宝の角にそれを塗り込めた。それがコケザルの角よ。コケザルの壺に証拠の書類が。バカに詳しいんだな、カズマ。お前ひょっとしたらその切腹させられた秋月藩の。バカな、俺はただの親なしの浪人さ。そのコケザルの壺を持たせて落ち延びさせた家臣の目星がやっとついた。これがその人相書きよ。
草の根を分けてもこやつを探し出す。コケザルの壺は何としてでも取り上げねば。いらっしゃいいらっしゃい、江戸名物のエクメイチョビアスが倒れてんだい。おじさん、取っていきなよ、チョビアスが倒れてんだよ。おじさん、取っていきなよ、おいしいよ。うるせえな、俺はスペのは嫌いなんだよ。血のかけその味を知らないね。江戸一番なんだぜ、ねっちゃん。おい、いい加減にしねえか、チョビアス。無理強いするもんじゃねえぞ。よし、おい、じゃあ一杯もらおう。ほら、ちゃん。マイダリー。おめえ、チョビアスってのか。面白い名前だな。じゃあ、おじちゃんの名前なんてんだよ。ほら、おめえ、サゼンってんだよ。自分だって面白い名前じゃないか。まったく近頃のガキときた日には口ばっかり達者でよ。おじちゃん、早いとこ食べて帰らないと母ちゃんに叱られるぜ。わかった、わかったよ。ごちそうさん。マイダリー。マイダリー。お待ちどうさま。おお、どうぞ。ごめんなよ。ハン。ハン。チョ。さあ、あったあった。チョウ。ハン。ハン。あとはよ。ハン。はい、こっちだけだ。チョウ。チョウハン、ここそれでした。チョウ。チョウ。ヒロブロチョウ。はい、チョウ出ました。はい、どうも。勝ちましたよ。はい、チョウが足りませんか。はい、どうも。チョウ。はい、はい、チョウが足りませんか。チョウが足りませんか。おう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 、よいしょ、まあ一杯どうだ。いらねえ。まあそう言われにさ、袖すり合うも多少の縁、隣り合ったも何かの因縁ってさ。また旦那さんが。許したケーキだ。え、ああ、材木問屋の大黒屋の旦那だよ。大黒屋、うん、あるとこにあるもんだね。日の出の勢いって今評判の大黒屋だよ。おめえバカに詳しいんだな。うん、ああ、常識常識。あまりおめえ見ねえ顔だな、おい。俺、忠吉っていうケチなもんだよ。忠吉ね。忠吉の忠酒は飲めねえか。一杯もろ。出品の半。またまた。また。あの顔。え？あの浪人者が何か。いや。え？同じだ様。え？あいつと一緒にいた。あのところ手繰り。チョビアス、起きろ、チョビアス。チョビアス、これを持って逃げるんだ。絶対に。手放しとならんぞ。いいか。元秋月藩藩士一文字休め。竹樽の壺を渡してもらおう。存じません。そせい。
つけられてんのはおめえさんかい。まさか。なんだおいらは。おいらじゃなくて旦那の方じゃないの。常に傷持つ身なんてさ。おめえ一体誰だ。ただもんじゃねえなおい。ほらさ、ただもんじゃないよ。ほら、あのただの叩き師だよ。ただの遊び人。ご覧の通りの町役子じゃないの。おお、危ねえ危ねえ。何すんだよ、いきなり。おいらその長いのと光るものは大嫌いなんだよ。もんだよ。おお、残りは好きにしね。縁があったらまた会おうぜ。なんだよおい、空じゃねえか。あ、おじちゃん。ちょびやす、どうしたい。助けて。え、どうして。なんでなんでてめえら。どけ。うわ。俺はこの世に礼儀でなものがある。てめえらみてえに弱いもんいじめする。うわ。面目次第も。何しろ逃げ足の早い子供で、それに妙な浪人も。黙れ。いいか、草の根を分けてもその子供を探し出せ。はっ。何さ、また夜遊びで汗がいいか。何よこれ。犬も歩けば棒に当たるって言うけど、子供を拾ってくるとはね。しょうがねえだろ。番屋に届けたら。おい、ごちそうさま。おかわりもういいの。うん、そう。下手に番屋に届けててもな。ねえ、それで話したの、お父っつぁんのこと。殺されたってことよ。そんなことおめえ言えるわけねえだろ。そうよね。ねえ、ちゃん遅いね。おじちゃん言ったじゃないか、ちゃんは遅れてくるって。うん、だからよ。え、もう少し待ってろ。あ、このまんまじゃあの子だってかわいそうだよ。中途半端でさ。おめえからだからわけ話してやれ。嫌よ。もう嫌なことはすぐ人に押し付けるんだから。ちょっとどこ行くの。あの子どうすんのさ。だから頼むよ、適当に。知りませんよ。俺はどうも子供は苦手なんだ。ちょびやす。ちょびやす。ちょびやすがいねえんだ。ど
どうしよう。一人じゃ危ねえぜ。何、コケザルの壺がありかが分かったというのか。ああ、カズマ、お前言ってたよな、安兵衛とかいう男が持ってるはずだって。その男らしい人物が分かったんだよ。下がれ下がれ。ほら、ほら、どけどけ。ほら、女性も出るんだ。ジャン、ジャン、ジャン、なんだこのチビ。ほら、ダメだ。ジャン、飛び出す。かわいそうに。あった、無事だったのね。ちゃんが、ちゃんが押し込み強盗だったんだってね。大変なことだったね。取られるもんなんかあったんか。それはうちだけの話よ。あ、それ言えてるわ。あんた働かないからでしょ。ああ、しかしな、働いても働いても、なんぼ働いても一個も暮らしが楽にならんわ。誰が働いてんの。お前が働いてるやないか。あんたがバクバクするからでしょ。子供なに言うな。おばちゃんちおいでね。ご飯用意してるからね。びっくりさせてごめんやで。待ってるぜ。あんたソファに行くよ。まあ昼飯やん。やはり舞い戻ったか。おい、しゃべやす。嘘つき。おい、しゃべやす。受けとは無礼な。お主のかなう相手ではないわ。あやつも無論この私もな。どうやら刺し違いで遅かったようだ。どんなわけがあったか知らねえが、おめえの茶死んじまった。ちょびやす、おめえおっか。そうかい、一人ぼっちかい。男はな、生きてるうちは辛いことがいっぱいあるんだ。だからな、いちいち涙こぼしてたら涙がなくなっちまうだろう。から辛いことがあっても我慢するんだな。あ、ちょびやす。
はい、お待ち遠さま。こっちも食べな、ほら。よかったな、チャビアス。うん、だってこのおそば、一番好きなんだもん。好きなだけおかわりしていいんだからね。うん。おやじ、俺ももう一本だ。あんたはいいの。はい。ありがとう。おい、チョビアス、お前この壺どこで拾ってきたんだい？ちゃんが絶対手放すなって。へえ、なんだかお前過ぎたね壺だな。おい、いいだろ。チョビアス兄ちゃん、あ、おさゆちゃん。チョビアス、もういいのかい？うん。チョビアス、おめえ、そばよりおさやちゃんが目当てだったんだな。大当たり。ちょびやす兄ちゃん。うん。おじちゃん、これ持ってて。はいよ。来たきりすずめじゃかわいそうだし、着替え買ってやんないとね。おい。ん？じゃあ、おめえあの坊主引き取るってのかい？当たり前じゃないか。けど、おめえも居候が一人増えちゃ大変だぜ。じゃあ、あんたが出てけばいいじゃないの。ああ、そうか。そういう言い方ねえだろ、藤井。このまま世間に放り出せって言うのか、あの子一人でさ。うん。そうじゃ。寺子屋にも通わせなきゃ。寺子屋？これか、なんて言っても学問が大事だもの。あんなちっちゃい時から学問なんか教えてどうする。それよりおめえ、剣術仕込まなくちゃ。何言ってんだよ。これからは剣より学問がものを言う時代だよ。へっ、青くせえ学問なんか身につけたって親の仇は打てるかい。まずは寺子屋ですよ。剣術だよ。寺子屋。寺子屋。そう、寺子屋。へそれにしても汚え壺だな、おい。え？本日も上様にはご機嫌うるわしく、恐悦至極に存じます。堅苦しい挨拶はよいわ。どうじゃ、余が出した倹約令の評判は？ははっ、財政急乏解決のため所持節約を命じられました上様の護衛団。さすが上様と世情の評判も上々。時に御用商人との不正癒着の噂を耳に挟んだが、その方たちには何か心当たりはないか？まさかそのようなこと、信じられません。あるはずがございません。いかがでございましたか？いや、いずれも綺麗事ばかり並べ、尻尾をつかませるわ。忠助、その方の調べは？今一つ確かなことが。しかし材木問屋大黒屋が噛んでいることは明白にございまするが。ここは何としても証拠がいる。私利私欲を図った不正の証拠が。そのためにも苔猿の壺とやら何としても手に入れるのだ。頼むぞ、忠助。はっ。あたーりー、お侍さんお上手だこと。おめえさん、名前は？お園です。どうぞごひいきに。あ、お園ちゃんがついててくれるせいだな、こんなにつくのは。お上手だこと。ちょっと、この矢曲がってんじゃないの？曲がってんじゃないの？曲がってるわよ、これ。曲がってんのはおめえさんの根性じゃねえのかい？私は最初から曲がって。なに？旦那。はい、私。野暮は言いっこなし。お大名は弓矢で殺し、糸屋の娘は目で殺すってね。糸屋の旦那は心意気で殺す。はい、機嫌直して。いや、実を言うとね、
そう、おじさんのその白魚のようになって、その手からね、この矢をもらいたいばっかりちょっとごねてみたの。まだあんなったら。なんで饅頭みたいな面しやがって。ちょっと、揉め事を収めるのが用心棒の仕事じゃないよ。あの男どっかで見たことあんな。外れた。はい、もう一本。外れてんの。おじ。え？ちょびやつどこ行って？裏の先生んとこだよ。ん？寺子屋だけじゃなんだかと思って特別にお願いしてね、勉強見てもらってるんだよ。さあ、いいか、ここはこう跳ねて、よし。さあ、ちょび、今度は一人で書いてこな。はい。よし、そら、よし。今のところ壺が奴らの手に渡っていないことは確かだ。くそ、やっと奴らの隠れ家を見つけたっていうのに。肝心な壺がな。一体どこにあるのか。種も皮も残すんじゃねえ。お前ら何食ったってお前死にゃしねえ。行ってきます。おい、ちょびやつ、勉強かい？うん。な、勉強なんかどうでもいいんだ、こっち来て性格へ。ちょびやつ、なんものお前学問身につけたって出世できるとは限らねえ、そうだろう？男はお前学問より堅実か。だからな、これからお前おばちゃんの言うことなんか聞くんじゃねえぞ。うん。よーし、剣術教えてやら。ちょびやす、濡れツバメって見せてやる。いいか、おっ。この紙をな、空中を掘り上げて、な、二つに切るんだ。いいか、よく見てろ。よっ。あんた、何やってんだよ。早くやってよ。ちょびやす、寺子屋に送れるよ。忘れ物ないね。うん。ほら、早く行きな。行ってきます。塾に寺子屋、近くのガキは忙しいこったい。みんなあの子のためなのよ。子供は勉強勉強。よし、みんな今日はこれまで。壺はね、大枚50両も出して名のある方の作品なんですよ。今じゃ100両も200両もするんだから、意味揃えて50両弁償してもらおうじゃないの。そんなことおっしゃられてもね。キーツは明日50両払えないって言うならこのうち出てってもらってもいいのよ。でもお藤さんさ、お藤さんがその気になったらみんなパーにしちゃったっていいんだから。ね、だから母ちゃんに言うんじゃないよ、ね、お前ちっとも悪くないからね。お前いい子だよ、ね、そんな壺なんて持ってっからだよ。て、偉そうにやって、なんであの饅頭野郎、喧嘩両成敗だ。子供の喧嘩に親は出るなってんだよ。そんなこと私に言ったって知らないよ。
ああ、50両なんて大金、どこを叩けば出てくるっていうのさ。美大一も弁償することなんかねえぞ、子供の喧嘩だい。そんな理屈が通る相手だと思ってんのかい。ああ、本当にどうしよう。このままじゃこの家も出なきゃなんないよ。ああ、やだやだ。よさねえかい。大事な壺置いてったってことは。やだ、まさか大川にでも身投げなんか。え、チョビアス、チョビアス、お前何やってんだ。俺オイラタコロちゃんでも作って売りに行こうと思って。オイラにできるのそれぐらいしかないから。バカだよお前は。こうなったら仕方ねえ。これ質に入れて稼いでくるわ。ちょっと待ってくれお前さん。これでも1両か2両にはなるはずだ。これを元手にして。お藤、刀は武士の魂って言うじゃないか。着物はそのうちいくらでも買い返せばいいんだもの。よし、分かった。今日はいい目が出そうだぜ。これで50両稼いでくるぜ。ちょ、はん。さあ、どんどん。はん。さあ、今日はよ。長方ねえか、長方。はい、長方。はい、長方。はい、長方ねえか、長方。はい、長方ありませんか。はい、長方。はい、こっちだけだ。長。はい、こっちまで来た。長。長。三郎の半。はい、半取りました。はい、なんだか勝ちましたよ。半だ。ゲラじゃうちへ帰れねえ。今夜ここで野宿としゃれるか。ついてねえ。見つからんのか、コケザルの壺は。長屋を逃げ出しました安兵衛のせがれと、それを助けた浪人者の行方を追っているのではございません。その言い訳は聞き飽きた。早くせい。誰で隠れて寝て出てこい。おめえさん言って誰で、なんで俺の後つけますんだ。おめえさんもコケザルの壺が狙いかい。コケザルの壺、たまくれ。おめえさんやっぱり山で見た。何問題。俺か。俺は伊賀の風来坊よ。伊賀の風来坊。柳生には二人使い手がいると聞いてるぜ。
人は八木内島守、一人は弟の源三郎。おめえさん、その源三郎かい？おっと、一雨来そうだ。残念だが、この勝負はお預けだ。そうだ、おめえさん、どうやら金がいるようだが、根津権現の小野塚道場には明日行ってみな。ひょっとすると金になるかもしれん。どうぞ一服なさいませ。そんなに根を詰められては。ありがとう。めきめき腕を上げとるようだな。さすがわしの一番弟子や。弥生、こっちは一馬が好きか。お父様ったら。分かっておる、分かっておるとも。明日は年に一度の試合の日だが、楽しみじゃな。何何？本日の試合に優勝せし者、当道場に添えて娘弥生を神通、小野塚哲哉。おお、よし、弥生殿に拙者の子供を産んでもらおうか。カズマ、お前のものだな。そうだな。
黙れ。思うところあって故意に勝ちを譲ったと見た。昨夜許さん。今一度勝之進にかかれ。やめろよ。本人が参ったって言ってるじゃねえかい。何者だ。何度も声をかけたんだが誰も出てこねえんでね。本日の優勝者とお手合わせを願いたい。せっかくだがお断りする。本日は打ち試合。他領の方は一切お断りするのが当道場の規定。またの日にお越しなさい。道場破りにまたの日も次の日もあるかい。これが目に入らねえか。お前勝之進、目に物見せてやれ。じゃあ。この証文通り道場やるつもりはねえし、娘子をもらうつもりもねえ。どうで50両と引っかえってな。カズマ、かかれ。かからんのか。勝ち進んだ勝之進を破った上は丹下殿が第一の勝者かと。それ見ろい。さあ50両出してもらおうか。私の値段が50両ですか。この道場と込みで高いとは言わさないぜ。随分と安く見られたこと。弥生、これはお前の婚礼の足しにとお前の亡き母親が。さっさと持っていくがよい。切れるかい。あいにくだがこの50両おめえさんに返すわけにいかねえ。こっちもあのうち追ん出されるかどうかの瀬戸際なんだ。いくら隣近所のよしみでもな、どうしてもってんならおめえさん切るぜ。どうしておめえさん言って何企んでるんだ。おめえさんなぜ試合に負けたんだ。あのべっぴんに惚れてるんだろう。じゃあどうして負けたんだい。俺にはちゃんと読めてるぜ。俺は世の中に我慢ならねえ低きれいなものがいっぱいある。弱い者いじめするやつ、お前さんみたいに女泣かせるやつ、偉そうにふんぞり返ってるやつ、汚え手を使うやつ。男には男には血の吹き出るような思いで幸せを断念することだってあるんだ。ありがとう、お前さん。もうどうしたかと一日中やきもきしてたけど、これで大威張りで叩き返してやれる。やっぱり男だね。惚れ直したよ。俺だってやるときはやるんだよ。まさか後ろにお縄が回るようなお金じゃないだろうね。心配だね。ちょびやすどこ行っちまったんだい。あの壺も見当たらねえな。さっきくず屋が来てね。え、クズ屋に出しまったのかあの壺。ちゃんが絶対手放すなって。それどこのクズ屋だい。だからクズ屋に出そうとしたんだけど、何でも壺を買い集めてるお店があるって聞いて、ちょびやすがあの壺を売って
お金の足しにしようとしたんだろうね。並んで、はい、一列、はい、あ、ほら、お客様の迷惑ですから通る方の迷惑、あ、だ、ほら、一番後ろ、はい、こっちに並んでください、はい、あ、あと一番こっち、はい、はい、どうぞお通りください、大事にね、はい、大事に、どうぞ、はっ、ほら、うちより来る衣服様だ、あ、お、お奉行様、大した騒ぎだな、あ、ご案内を、あ、それには及ばん、せっかく買ったものをすぐ割るとはな、ずいぶんと水凶だな。え、お、これは、おお、母様、なんともたくさんの壺だな。はい、いや、壺を集めるのがたった一つの道楽でございまして、それも気に入った壺しかそばに置きたくないという因果な性分でございまして。見たところ気に入った壺はまだ手に入らぬようだな。はい、それにしても贅沢な道楽よな。お上が出された契約令その方も承知であろう。無駄な贅沢は慎むことだな。お行、やはりコケザルの壺とやらが目当てなんでしょうか。そのはずだ。やつらも必死だ。やつらの手に渡る前に何としてでも手に入れねば。おじゃくん、まあ、しばらく。いやい、大の大人が見られた図じゃねえな。子供一人追い回すなんざ。また貴様か。かかれ。どうした？おいらもうフラフラ。お前、追われてんのか？おいら何がなんだか。おう、ちょびやす。あ、おじちゃん。心配してたんだよ。さあ、帰ろうぜ、ちょびやす。あ、お前さん、コケザルの壺ってのは知ってるかい？コケザルの壺？おうおう、声がでけえな。いや、学のあるお前さんなら、どんな由来のもんか知ってるんじゃねえかと思ってな。それを知ってどうなさる？うん、ええ、ちょいと小耳に挟んだもんでね。まさかその壺、コケザルの壺、チョビが持ってたこの壺。そうじゃねえ、これはおめえただの金魚鉢だな、チョビヤス。うん、おう、ケロぜ、さあさあケロケロ。何、妙な浪人者は？はい、どうやらコケザルの壺を持ったと思われます。子供とともに。お奉行、妙な浪人者。
ケザルの壺だかなんだか知らねえが、こんな小汚ねえ壺に目の色を変えやがって、財宝のありかでも知らせる書きつけでも減ってるってのかい。釣れるかい。おう、おめえさんかい。うん、なんだ、夜釣りとはしゃれてんじゃねえな。もっともおか釣りするほど金もねえか。起き上がれ。なんだよ、これビクガリか。こいつはいいやな。へえ、面白い壺だね。そう、これ譲ってくんねえかな。いや、ただとはいかねえやな。二両ってどうだよ。おめえなんでそんなにこの壺が欲しいんだよ。ん、100万両でも嫌だね。終わった。天下を譲ろうってのか。天下を譲る。んなことはどうだっていいやい。キャビアス、起きろ、帰るぜ。うん、あ、ゲロゲロ。いや、おじさんその壺持ってるか。いいよ。もっぺん考えなしてくんねえかな。え、二両だよ、二両。おめえに言っとくけどな、あの壺と坊主に手出してみやがれ。命はねえと思え。ちょっとちょっと、何も味噌の亀まで。壺はやらダメだ。他じゃねえのか。これで全部ですよ。一体全体何なんです、あ、おお、三五郎ではないか。こらこら、伊吹様だ。こんなところで何をしとる。おお、また壺か。大黒屋の差し金か。いやいや、とんでもない。何、つまりその壺を取られたって訴えがあったもんで、もしやと思いまして。じゃあ親分さんは私が盗んだとでも。冗談じゃないわよ。痩せても枯れてもこの串巻きを封じ、人様のものに手をつけたと疑われちゃ女は廃る。家探しでも何でも、なんなら身ぐるみ剥がしてお見せしましょうかね。わかったわかった。ごめんなさい。邪魔したな。おみつ、塩まいてくれ。はい。どうだ。この中には。まったくもう。ところでおふじ、左膳とかいう浪人者は。さあ、出かけたら最後。何しろ鉄砲玉みたいな人ですからね。うん、邪魔したな。何なのよ一体。し、のたまわく、学びて時にこれを習う。また楽しからずや、ともあり遠方より来たる。また喜ばしからずや、人知らずして行き通らず。また君子ならずや。し、のたまわく、学びて時にこれを習う。またあの男に恨みでも終わりかな。失礼します。小野塚鉄斎老人の娘子、弥生殿と見受けしたが、そなたのその目、殺してくれと囁いていたが。ならば切ってくれますか。私の値段が50両だなんて。50両。50両出します。あの男を切ってくれますか。本気なんです私。せっかくだが、金で人を切る趣味はない。弱虫。男はみんな弱虫なんだわ。これはこれは恐ろいで。
工の腕を見込んで頼みがある。先生が我らにお力を。うん、全てはこの勝之進から聞いた。勝之進。あ、いや、勝之進を責めるな。いや、どうもその方たち五人の様子がおかしいのでな、わしが勝之進に問いただしたのだ。一切口外しないという約束を破ったのは謝る。だが先生は全てを知った上で快く我らにお味方してくださるというのだ。いや、己を捨て世の不正を正そうというその純粋な心ばえの高さ、いや、この鉄砕をほとほと感じたぞ。それでこそわしが剣の道を教えた甲斐があるというものじゃ。先生、お前たちがしたためた上申書、しかるべき筋を通して直々に上様のお手元に渡るよう取り継いでやろう。先生、誠でございますか。任せておけ、悪いようにはせん。先生、コケザルの壺という証拠を待っていてはいたずらに時を浪費するばかり。直ちに上申書を上様にお渡しすることだ。その手鶴早速に紹介しよう。ごめんください。お頼み申す。上申書は持ってきたか。これに。どうぞ。何をなさいます。貴様、こちがそのせがれだったとは。親子で同じ運命をたどるとは。のれ測ったな。これでは話が違う。違う、裏切ったな勝之進。貴様ってやつは。俺はただ上申書さえ渡せばいいと言われて。のれ、弥生さんに目がくらんだか。五人仲良く冥土へ旅立つがよいわ。先生がご一報くださいましたおかげで大事に至らずに済みました。この上はお約束通り鉄斎先生を一日も早く将軍家ご指南役にその筋からご推挙いたします。かたじけない。父様、カズマ様をどうなさったんです。やよい、あんな男のことなどもう忘れるのだ。わざと試合に負けてお前を袖にするなど言語道断。可愛い一人娘があんな恥ずかしい目に遭わされて黙っておれるか。カズマ様、カズマ様はどこに。もう言うな。そんなに心配なら一緒に参るがよい。娘子は
預からせてもらいますよ。お、よい。お父様。何をなさる。先生にはいつ寝首をかかれるかわかりませんからな。死なせよ。そうかい。いつこんなことになるかわからねえから、おめえさんわざと試合に負けて好きな女諦めたってわけだ。ああ、あのコケザルの壺の由来は俺も聞いたんだが、ひょっとしておめえさん、お取り潰しになったあの秋月藩の切腹させられたのはそれがしの父、コケザルの壺を残したのも父。そうかい。それじゃあ世が世ならおめえさん若殿様ってわけだ。丹下殿、頼む、力を。おめえさんの気持ちは俺にもよくわかるぜ。せっかくだが、その世直しなんてな、俺の柄じゃねえ。私の話したことは聞かなかったことにしていただきたい。コケザルの壺ばかり追い求めることもなりますまい。同志が討ち死にした以上、もはやこれまでご厄介になりました。佐々木一馬。バカ野郎。ついさっき弥生のことを聞くと、稲葉様、お約束の分どうぞお納めを。いつ見ても山吹色の美しさは応えられんな。十三、次は芝浦の方でも埋め立てるとするか。その節はぜひとも私どもにご用命を。もちろんだ。土地が広がれば家も新築になる。材木問屋のその方としては一挙両得だな。すべて稲葉様のおかげ。他の老中はわしの言いなりよ。鼻薬を効かせてあるからな。上様の倹約令が何だ。一緒に甘い汁を吸って楽しもうぞ。はい。
さすが稲葉様、お目が高い。男には血の吹き出るような思いで幸せを断念することだってあるんだ。ふんぞり返ってるやつ。きれい、きれい。あったてめえらの悪じゃ、この壺がお見通しだぜ。おのれ、手を食らってる場合じゃないぞ。
貴公の出番じゃ。こいつらの仲間だったとは驚きだ。仲間？あんたに死なれちゃ俺の楽しみがなくなるんでね。刺しで思い切りやりてえってことよ。この五人を呼んで逃げるとは卑怯千万。お見苦しいですぞ。越前、大岡越前の神か。恥をお知りなされ。讃岐の神殿。ただの忠吉が町奉行だったと恐れ入り屋の岸本人だぜ。これも役目だ、許せ。かっこつけやがって。彼らを一網打尽にできたのもその方、いや、お前さんのおかげだ。照れるなよ。待ち方が来ては勝負にならぬ。また会おう。その時まで首を洗って待っておれ、源三郎。あの野郎、シャレた真似を。チョビアスの大事な金魚鉢だ。ただの金魚鉢だ。縁があったらまた会おうぜ。おいおい、そいつはオイラのセリフだぜ。大黒屋は遠投、讃岐の神殿は切腹なされました。そうか。早々に秋月藩の名誉回復を図り、謹慎の者に跡目を取らせてやろう。汚名を着せられ爪腹を切らされた秋月藩藩主およびその一子佐々木一馬もさぞかし草葉の陰で安堵していることでございましょう。世にしてやれることはそれくらいのことだ。ちょっとちょっと、昼間からゴロゴロしてないで。子供の教育に悪いでしょう。うっかり昼寝もできやし。お、やってるな。
ね、しっかり勉強して偉い人にならなくちゃな。そうよ、なんてったって学問がなきゃ。ちょびやす、おめえ大きくなったら一体何になりて。夢があるでしょ、夢が。うん、あるよ。そうか、言ってみろ。どんな夢？早く早く、これだよ。